みなさん、こんにちは。今日は2024年11月12日火曜日です。今日のテーマはロシア軍と北朝鮮軍合計5万人超戦闘準備。そして、中国のメーカー、シャオミですね。シャオミ作った調理機器ありまして、 あれはとても危険です。スパイ危機です。また、ロシアの中央テレビ、トランプさん、トランプ夫人の裸の写真について披露しました。これはどうでしょうかたくさん噂ありまして、これについても話をしたいと思います。情報が多いので、少しずつ話をしたいと思います。 1. 元トランプ政権のポンペオさんについてトランプさんは表明しました。元国務長官ポンペオさんと現在在任中のヘイリー国連アメリカ大使を召喚してトランプさんが結成する政府に参加する可能性はありませんよと発表しました。これについて 台湾にとってはとても不利です。ポンペオさんは引退後、シンクタンクで活動していました。国連大会で台湾の主権を支持しましょうよと言ってくれました。また、香港に関する政策、アメリカの対応不足、台湾は香港とならないようにしてほしいと発言しました。 私は国務長官として香港のことを守ることができなくて残念だと言っていましたしトラブさんは説明しました私は以前彼らとの協力をとても楽しみ感謝し彼らは私たちの国のために活動してくれたことに感謝しますこれについてポンペオさんは好評というか説明しました トランプさんと一緒に活動できたことを嬉しいんです。先週、我々は話をした通り、我々は世界が安全となるように計画しました。新しい戦争が起きないように計画しました。まだこれから私は特別な任務がありますと説明しました。しかし、どんな任務でしょうかまたわかりません。 ブルームバーグニュースの情報ですが、トランプさんは当選されて、台湾の来大統領は電話会談を求めていました。でもそれができませんでした。ただし、これについて台湾の外務省は説明しました。来大統領は電話会談を求めたわけではありません。アメリカにある台湾の 代表、ところの代表、来大統領の代表として、お祝いの手紙を送りたかったです。手紙は来大統領が書きました。先週の木曜日、代表は元大統領補佐官、オブラインさんと食事をして、手紙を渡して、オブラインさんを経由して、トランプさんに渡してもらいました。 この話ですね、台湾で話題となっています。2016年、蔡大統領は登場しました。当時、トランプさんと蔡大統領電話会談があったんです。これについて中国側は猛反発していました。つまり、2016年のトランプさんと現在、2024年のトランプさんと全然違います。 台湾に対して冷たい態度です。トランプさんは大統領の時代、当時、かなり多くの武器、弾薬を台湾に売却しました。特に F16 戦闘機でした。ポンペオさんは台湾を守りますよと何回も提案しています。しかし、バイデンさんはずっと曖昧な返事をしていました。現在、トランプさん はですね、台湾に対する政策はまだわかりません。これについて、中国の軍事評論家は話をしました。バイデンさんははっきり言わないです。なので、もし台湾侵攻したらどうなるでしょうか米軍は参入するでしょうか誰もわかりません。トランプさんは台湾を利用するでしょうかもし台湾を統一すると 第一列島線がなくなります防衛費用まだ台湾の半導体産業について台湾で話題となっていますこの状態が続くと台湾の内部ではアメリカはやはり信用できませんと思うことが多くなってきますまた東南アジア諸国も見ていますから中国に有利ですアメリカは 信用できますかアメリカ軍はベトナムから撤退し、南ベトナムは降伏しました。アフガニスタン、シリア、クルド人、ちなみにアフガニスタンですね、タリバン政権が登場しました。情勢は大変となっています。アメリカもこれをしていますね。アメリカは本当に人権を守る国でしょうか アメリカの特徴というのは国内で国民を批判されたら戦いをやめてしまうんですあるいは参戦する戦いを支持する正しい利益なければやめてしまうんですあるいは戦争を支持しても成果があんまりなければやめてしまうんですアメリカが同盟国を捨てた歴史昔からありますよ これで台湾だけ特別だと思わない方がいいんですね。という話が出ています。次ですに、台湾の TSMC は発表しました。11月11日月曜日から今すぐに実施します。中国のお客さんから注文を受けました。チップの生産を全部中止にします。どんな企業であっても 7ナノメートルのチップを絶対に提供しません。原因はですね、アメリカのシオムブから通知書がありました。大陸の企業が設計したチップを生産していて、それを中心にしましょうと。まだ生産完了の分について出荷はしないと決めたんです。という話が出ています。次は3。 ロシア軍と北朝鮮軍合計5万人超大規模攻撃を準備しています。ロシアのクルスク州にいるウクラナ軍ですね、かなりの領土を占領していますので、それを奪還します。クルスク州にウクラナ人は約兵士ですね、約2、3万人います。でもロシア軍と 北朝鮮軍は合計で5万人超です。またトランプさんはマー・ア・ラゴの別荘でプーチンさんから電話がありまして、電話会談あったんです。ただし詳細はわかりませんが、現在公開された情報によりますと、トランプさんは戦場の拡大をしないように求めました。 また欧州には米軍がいていますよと強調しました。二人は平和に向けてどうするのか話をしていました。今後も話をしながら平和となるように考えましょうと、また領土についても話をしました。ハンガリのオルバン首相はこれについて話をしました。トランプさんはこの戦争について アメリカには関係ないと思っていますよと発言しました。約1ヶ月前ですね、スレンスキ大統領はアメリカのペンシル・ベニア州にある砲弾を作る工場を訪問しました。ペンシル・ベニア州は、激戦区ですので、トラブサの選挙団はものすごい批判しました。やはり民意影響されてしまうので。これについて、 国会の議長さんは説明しましまた。このスケジュールを計画したのは中米のウクラナ大使さんなんですよ。この行動は不適切です。追放すると考えますと言ったんですよ。現在、スレンスキ大統領は大使に対して入れ替えを準備しています。やはりですね、トナブんの,あのそういう、まあ、ちょっとですね、トナブんは難しいので、 やはりですね、言われる前に自分から行動するっていう意味です。そして、ロシアのテレビ及びラジオ放送、ネットワークっていう機構ありまして、これはある意味、ロシアの中央テレビです。奥さんですね、トランプさんの夫人、メラニアさん、昔はモデルさんとして活動していました。その写真をですね、ものすごい公表しました。 世界一でしょうか全裸になって、自分の全てを世界の地味に見せたんですね。という話が出ています。これですね、写真はたくさんある中で、ネットでは検索すればたくさん出ます。ただし、国の中央メディアですね、これを放送するのはどうでしょうかと私は思います。ロシアの中央テレビが報道して、 アメリカのメディアも引用しますので報道しました。もうロシアの専門家がこれについて発言しました。男性としてはやはり恥ずかしいですね。プーチンさんとトランプさん、先に電話会談あって、それからロシアの中央テレビがこういう写真を公表しました。つまり、2人の電話の通話の雰囲気は良くなかったんです。 ロシアにとって最も大事な外交はアメリカなんです。それでもこの行動をしていいでしょうかまだ他にも情報あるでしょうが、これは脅迫ですね。トランプさんは大富豪であり、投資家であり、若い時に結構芸能業界でも影響力を持っていました。例えばトランプさんは結構ミスユニバースとかですね、 そういう査定員と言いますが、結構参加します。やはりですね、ちょっと遊び人というのがですね、あったんですよ。複数のロシア人のモデルさんという噂はあったんです。当時プーチンさんから接待もあったし、つまりですね、当時何かが動画ですね、あるいは写真ですね、公開できないもの、モデルでしょうか、プーシンさんからはですね、これで脅迫したでしょう、という話が出ています。 次です。4.11月9日、アメリカの司法局は提訴しました。アメリカにいるアフガニスタン人、シャクラという容疑者を提訴しました。原因はですね、彼はトランプさんを暗殺すると計画しました。彼はイランのイスラム革命防衛隊の工作員です。51歳です。 小さい時にアメリカへ移民しました。1994年、強盗の罪で懲役は14年間でした。2008年、釈放されました。現在彼はアメリカから亡命しました。イランにいる可能性が高いんです。今年9月、イランから命令がありました。トランプさんのことを暗殺しろと。原因はですね、これは復讐です。 当時、トランプさんは米軍に命令を出しました。イスラム革命防衛隊の守護者、ソレマニーさんを卒業したんです。ただし、彼は計画しまして、実施はしませんでした。原因はですね、大統領選挙の最中であって、警備体制はとても厳しかったです。きっとですね、トランプさんは当選しないでしょうし、 もし当選したければ、警備体制は緩くなりますので、その時に狙いましょうとなったんです。また、フロリダ州の警察署は発表しました。中国人留学生のこと、リ、逮捕しました。11月7日、彼はトランプさんの別荘へ侵入しようとしました。今回は7回目ですね。 彼は39歳、留学生です。サンフランシスコ在住です。月です五。欧州委員会委員長、フォンティア・ラインさんはアメリカに申し入れました。アメリカから天然ガスを調達することについて、トランプさんと電話で話をして決めましたと。ロシアから天然ガスたくさん買っているんですが、もう依存しません。あるいは、 購入すす。る量を減らしますアメリカ産の天然ガスはもっと安いし、我々には有利ですと発言しました。実はですね、この話おかしいんですよ。私は動画で何回か話をしました。本当におかしいんです。欧州向け天然ガスを提供する国は、1位はアメリカです。次はロシアです。ウクライナ戦争は 2年弱ですね。3年は行きませんが、でも、もうすぐですね。3年間となってしまうんですよ。欧州はそれでもずっとロシアから天然ガスを購入しています。2022年の2月から2023年10月まで、ドイツは一番購入しています。ロシアから天然ガスを購入して、金額は287億ユーロでした。 ロシアはですね、この資金をもらって約79日間の戦争は維持できます。また、イタリアは197億ユーロを購入して戦争は53日間維持できます。オランダは188ユーロのテネガスを購入してロシアはこれで52日間の戦争はできます。ハンガリーは175五ユーロ 億ユーロを購入して、ロシアは四十八日間の戦争はできます。フランスは百五十八億ユーロを購入して四十四日間です。ベルギーは百四十九億ユーロを購入して四十一日間。スロバキアは百十八ユーロのトレーメカスを購入して戦争は三十二日間維持できます。ギリシャは 114億ユーロ購入して31日間戦争を維持できます。ポーランドは110億ユーロ購入して約30日間戦争を維持できます。スペインは107億ユーロ購入して約29日間の戦争は維持できます。合計ですね、約毎日ロシアに天然ガス代、 8.5億ユーロをしょられているという状況です。ちなみに、ロシアの軍事費用は1日約3.6億ユーロを使っています。つまり、この状態でロシアはずっと戦争可能です。武器と弾薬があればの話ですね。ただし、イランも、北朝鮮も、中国も支援しますから、つまり戦争は絶対に 永遠に終わりません。欧州ですね、犠牲者がとても多いんです。次です。6イギリスのメディアが警告しました。こちらが中国小民製のノンフライヤーですね、調理器具です。この調理器具はユーザーさんの個人情報を収集しています。データを中国本社へ送信しています。普通の 料理器具であっても、スマホとかアプリと連動します。アプリを使用するには年齢、性別、名前、また保証付きで住所も記入しなければいけません。そして、位置の情報の共有と通話の履歴、通話の録音もできます。すべてのデータ、中国へ転送されます。それから TikTok、 転生当社のサーバーにも転送されます。これは、調理機器ですね。でも、監視機器ですね。個人情報のことをものすごい収集しています。中国製の電化製品ですね、結構インターネットにつながります。あるいは、アプリを使用すれば連動できますよ。ということをすごいアピールします。これが現代的、あるいは、 スマート電化化製品といいます。ただしですね、それは安全ではありません。ちなみにですね、小販店のこのノンフライヤーといいますが、調理機器だけでこの状況です。中国の ZTE とか、w e イですね、作っているネットに関する、えー、周辺機器ですね、もっと危ないという情報はあるんですよ。これについて動画で結構話をしてきました。 中国会社ですね、作ったものは結構安全なものではないというふうに思います。またですね、中国の社会には多少の情報ありますので、また少しずつ話をしたいと思います。この動画はここまでと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。